あの、パラプンテ、J リーグサッカーチャンネルですと。いうことで、今回、ホーム連勝へ、トスマリノスの街プレビューですね。やっていきましょう。よろしくお願いいたします。ということで、さあ、えー、前回、 北に監督ようやく初勝利をあげることができたサガン本当に最後の最後までね、えー、J1 で結果を残しとしいっちね、鳥栖市民の僕からの、えー、お願いでございます。本当ね、鳥栖というか、佐賀県はやっぱこうスポーツでね、盛り上がっていかんとなっていう感じが、えー、しますんで、今バスケとかもね、バレーも人気の佐賀県にはなってきますんで、鳥栖だけちょっと暗い話題ばっかりの1年間になってもね、中途になってきますんで、まあ、最後の方はやっぱりこう明るく、まあ、少し まあ前向きなね気持ちで終われるシーズンじゃないかもしれませんけどもただやっぱりこう選手の頑張りというところは目に焼き付けていきたいというところでございましてさあマリノ戦ですねまあマリノスもねコンディション的にはどうなんだかもありますけどもねそれではやっていきましょうかねまずこちらこれらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします詳しくは動画概要欄から えー、トス、横浜 F ・マリノスというところで、サガントス、現在、勝、まあ、ち点29度、20位というところですね。で、マイノス勝ち点43、15位と、ねあのマリノスが15位というのは、ちょっとね、今年は信じられんと。 いうところにはなってきますますあ得点こそ52得点取ってるんだけどマリノスもね、知っても54とね、ちょっとマリノスらしくない1年間に、えー、なっております。で、両チーム直近5試合ですけどもね、えー、トス1勝2分けの2敗というのは直近の、えー、5試合で、マリノスは実は直近5試合ね、2分けの3敗、そして得点数も3試合連続で無得点と。 柏、浦和、新潟っていう、まあ、決して順位が高いとこではないクラブとの対戦で勝っていないというか点が取れていないという。 ところには、えー、なってきますんで、まあ、サガン鳥栖も今マイナスをね叩くチャンスにはなっております。特にまあ前回は非常に非常にいい結果を残したゼルビア戦にはなってきますのでまた、ね、関東勢を都会の人間たちを、ねえー、やっちゃおうぜという感じが、ね、しますけどもね。まあ中とこまで鳥栖も残り J1 でのゲームが一旦は三試合、まあね、今後 J1 に帰ってくることを願いつ一旦は残り三試合と、えー、なっております。前、まあ、前回の試合開始前から DJ ゆうやさんがスタジアム DJ のね、えー、ゆうやさんがですけどもね、まあ、本当どこに目標を向けていいかわからんけどもみたいなことはね,でね、そんな気持ちでスタジアムに来た方もいるかもしれないけども、ね、このメンバーでやれるの残り3試合。ってとこなんでね、ね来年全く同じメンバーでサッカーはね、えー、やれるチームはほとんどありません。まあ大体どこのクラブも選手の理解は、えー、起きますんで、まあ、やっぱりこうね、ね今いるメンバーで戦える残り3試合、まあ、監督も変わるんじゃないかっていう話もありますんで、少しでも今いるメンバー とと、ね、勝利分かち合うことがで、きるかどかどうと、えー、こででしょうでこちら。ほんで、これが前回リーグ戦先発メンバーには、えー、なってきます。まあ、前回僕も現地観戦してきました。まあ、注目の鈴木大地選手のプロ初ゴールを目の前で、えー、見ることができたんで良かったというところ。まあ、やっぱストライカーらしい選手ですね。僕も現地観戦したんで、こうもうちょっとこう映像で見た方が、まあ、どんな感じだったのかなっていう感じで。 思っていたんですけども、もやっぱり収まるなっていうか。まあしっ。 しっかりためを作ることもできるし、周りを使うことはうまいんで、ワイドはバー2トップ向きの選手、まあ、もちろん将来的には1トップでもやれるのかもしれませんが、なんかこう相方がね、いた方が、今の鈴木大地選手って、ね、良さが出せんのかっていうところ、別にこう点取ることに特化してる感じも今のところはないですし、まあうまいこと周りと連動しながら最終的にはうまく自分を使ってもらうみたいな、結構ストライカーっていうかフォワードそれ大事ですもんね。もちろん自分が決めるっていうのが大事なところにもなってくる んですけども周りからうまく使ってもらうために自分がどういう風にプレーをするかっていうの結構重要なところにはなってきますんでまあその辺もなんかうまい感じがしますホントゴール前でドーンといるよりも自分もしっかりゴール前で絡みながらで自分にパスが来るような状況を何個か前のプレーのとこですることができるっていうところでまあ今後注目かなっていうかねまあ注目はもともとされていたんですけどもねただねより一層注目度は高まりましたしやっぱ途中から出る よりも最初からね出た方がね、本当にその選手の能力っていうのは分かりやすくて、途中から出てくるってことやっぱこう相手も疲れていたりとかしますんで、まあ、いいプレーがあっても、じゃあ先発でそれが出せるか問題はどうしてもどこのね選手もあるんですけれども、だから鈴木選手に関しては前回先発で見て、この選手は本当にね、ザ・ストライカー中う現代的な選手だなっていうのをね、感じましたんで、ちょっと今後、注目というか、期待をしていこうかとえ思っておりますねあとは。 中原選手は非常にね生き生きとプレーをしておりましたね。で、あとはか前回、トスが良かったのは1つ、もちろん4バック自体が良かったっていうのもあるんですけども、まあ、ゼルビアが多分、トスを3バック想定で考えていたと思うんですよね、まあ3、1、4、2で、多分ね、ゼルビアはトスを想定して練習をしてきたんでしょうけども、蓋を開けてみれば4バックっていうね。 ところだったたんでゼルビアからしたらし試合前に準備してきたたものがちょっっっとひっくり返ったような前回ゲームで今回のマリノスに関してはある程度トスが4バックで来ることを想定してゲームに入ってくるんで、まあ、そこはちょっと前回よりもそんな簡単にはならんかと、まあ、ある意味前回は気をついたというかねところも、えー、奇襲まではいかないかもしれませんけども相手の裏を取ってね4バックでいいゲームを見せましたんで、まあ、マリノスは今回は、まあ、ある程度トスの4バックを想定した練習もやってくるでしょう そこでどういう風にトスが相手を上回ることができるかどうかといっとこじゃないでしょうかねでこちらほんで両チームデータ的な話にはなってきますマリノスやっぱオフェンスのスタッツはめちゃくちゃいいんですよねまあチャンス構築術も、ね、しっかりできてるし、ね、ゴールを奪えてるでシュートの本数も 多いんだけども守備のスタッツに関しては正直トスとそんな大差はないと、まあ、正直、ね、トスの守備力とか失点数にちょっとちょっとじゃないか、まあ、攻撃力で何度とカバーしてるみたいなところがありますんで、まあ、割とこういう試合でね2対2とかになりやすいのかなもしくはイナス撲の最近守備が崩壊してるわけではないんでそこはちょっとトスの難しさがあるかもしれません、まあ、どんな ゲーム展開になるかというところですけどもまあマイノスもこのままね終わるわけにはいかないでしょうただやっぱ ACL がねマリノスは ありますんでそことのコンディションの問題とか勝負とかまあ今ちょっとリーグ戦はまあ正直順位的に厳しいものがあるんでリーグ戦よりもリーグ戦よりもちょっと ACL の方に、えー、注力注ぎたいというところ間違いなくあるでしょうこの辺がどういうふうに、ね、なってねメンバー構成なのかまあ、水曜日に日産スタジアムでゲームがありますんで、えー、これ一応ねまだその日産スタジアムのブリラム戦がブリラム戦の前に収録をしちゃってますんで でまあ今日、だから、この数時間後かな、まあ、今日水曜日なんですけどもね、この収録日はね、まあ、数時間後にね、v、えー、ムのゲームがありますけども、まあ、そこでどんなメンバーを選択するかといったところでしょう、まあ正直、マリノスもね、もう連戦、連戦、連戦の状態なんでね、相当疲れてる、で、トスはそのマリノスの選手のちょっと落ちた今週まあターンオーバーはしてくるでしょうけどね、もちろんターンオーバーはしてくるでしょうけども、まあ、その体力、試合体力以外のところの、まあ、疲労とか、まあ、 あとはだから、まあ、正直、ね、マリノスはまず ACL に向けて練習をしますんで、トスは1週間丸々マイノス対策ができる。これ難しいのが体力的なところ以外でもね、えー、トスは1週間丸とマリノス対策をすることができるんですけども、一方でマリノスはブリラム戦とトス戦のこの2つの試合を想定して練習をしないといけない。どっちかに注力することができないんで、でそう考えれば、ね、マリノスは中2日でのゲームで、やっぱ正直体力の回復にはサッカー選手はだいたい40 18時間かかるとというところなんで正直多分トス戦の練習ってトス戦に向けた練習ってそんな多くはできていない状態ここで結構差がある体力的なところよりも正直まあもちろん体力的なところあるかもしれませんけどもよりもやっぱり1週間まるっとマリノス対策ができるトスとトスの対策がほぼできていないでできないであろうマリノスとの差っていうところはそっちの方がもろに出るかなっていうねところには、えー、なってきますさあ、えー、どんな CI になるかどんなメンバーで来るかというところでしょうでこちら でこれが90分間換算平均スタッツにはなってきます。まあ、マイノスはやっぱオフェンスのスタッツは、ね、優秀なんですよね。まあ、この他のスタッツという項目はどちらかというとオフェンス寄りのスタッツなんで特にマイノスの良さが、ねまあ、出ているというところドリブルの本数も1位ですしで3 0ートルン進入回数、エリア内進入回数もリーグ上位と。 いうとこなんで非常にマイノスはねオフェンスのスタッツは優秀であるというところだからトスからしたらしっかりこう守るある程度攻め込まれるのはね しょうがないんで、この攻め込まれた後にどういうふうな対応するかどうか、しっかり、えー、次のプレイ、まあ、カウンターにつなげることができるかどうかというところは、やっぱり注目点というか、マイナス攻略の一つの糸口になるでしょうし、だからある程度、まあ、何回もね、えー、ゴール前でプレイさせられてしまうあ、させてしまうかもしれませんけども、大事なのは、その後にいいプレイに、その後のいいプレイ、なんかちょっと神々ですね、その後のいいプレイにつなげることができるかどうかというところでしょう。で、こちら。 ほんで今回注目の選手ですね、まあ、鈴木大地と言いたいところですけども、やっぱ個人的には鈴木大地が前回活躍したからこその酒屋さんでしょうかね、酒、ま、屋、あ、さん前回はベンチスタートで途中から入りましたで、やっぱりこう、ユースの後輩ですよね、えー、鈴木大地選手はサガントスユースの後輩にはになってきますんで、だからこそ堺屋さんがね、先輩がどんな、えー、プレーを見せるか、まあ、同じユース出身としてね、えー、鈴木大地選手の活躍中 酒井さんも絶対これ、えー、いい刺激になっていいでしょうし、まあ先発で出るかどうかは分かりません、ただ、やっぱりこう鈴木大地の活躍に、何かね、まあ火をつけられたじゃないですけどもね、思うところあるでしょうし、まあこの試合にそれはね、えー、ぶつけてほしいというところ。そして マイノスは井上健太ですね。まあ、やっぱ僕は右のウィングの井上健太が大分時代好きだったんですけども、ただマイノスでは左のウィングとして、ね、使われていて、最近はだから僕の中ではね、やっぱ水沼浩太の後継者でね、マイノスに来たのかなっていう感じでずっと思ってました。正直ね。うん、やっぱりこう、大分時代も主に右のウィングをやっていて、あまりこう左のイメージ、まあ、全くなかったわけではないけども、どっちかはちょっと右のウィングをやっていた井上選手になってきますんで、まあやっぱそのポジション的には水沼選手の 後継者、まあ、井上選手は J2 時代はクロスの,、ね、この本数とか、クロスチャンスメイク率がドリブルの本数は、もう J2 ではナンバーワンと、まあ、ほんとナンバーワンドリブラー兼ナンバーワンクロスさんみたいな、J2 時代であったんで、なんか水沼コータっぽいなっていうのがあったんですけども、逆に、やっぱり左で最近使われていて、コメント欄でもねもらったんですけどこれ、ね、コメント欄でもらったんですけど、やっぱ水沼の後継者いうより、宮市とかね、そっちの後継者っぽくなんか最近なってますけども、ただプレー自体やっぱしっかってますんでね。さあ この試合どんなプレイを見せるかといったところでしょうね。はい。ということころで今回は以上です。以上、パルプンテージルサッカーチャンネルございました。よかっいたです。さよならっ。